どうも文人です。六本木ヒルズタワーの前の文人です。そしてヒルズタワーとは関係ありませんが、皆さん、さあ、ネズミの唇、そう、ネズミの唇といえばどんな花か。そう、春だから花の話だけどね、この花じゃなくて春のお花ね。そう、ネズミの唇といえばどんな花でしょうか。はい、シンキングタイム、チッ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 、はい、じゃあ正解、答えを指しましょう。そう、ネズミの唇とはチューリップ。チューネズミ、リップ唇、チューリップでした。はい、正解はチューリップ、ネズミの唇、チューリップでしたね。皆さん分かったかな。というわけで、六本木ヒルズのなんかこのタワーの前からお届けした文人でした。それではチューチューリップ。